誕生日だから。おっ、16、16、やばいっす。どうしました？それ頭に何をするの？ビリです。ビリです。その上に何が乗っかってますか？ボンボン。さらに上には上に乗ってゴーグル忘れたんすか？ちゃんと待ってますよ、キョッポさん。今日もう、関係者たちが早く乗っていかなんて待ってますよ。また KJ に怒られるよ。チョコさん何やってるんですか？待たせてこんな用意してもらって、しかも僕の誕生日に。この方たちの頭についているものと私の頭についていないものと調べていただきたいんですけど、それはですね、部屋に忘れてしまいまして戻りましょう。本当にいいですか？いいですか？すいません、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 ありがとうございます、ありがとうございます。タナダ君、置いてっていいんじゃない？先行きますか？先行きましょう。先一歩行きましょう。先一歩行きましょう。もったいないんですね。もったいない。こんだけの方たちが待ってる。僕誕生日なんで。今日一日言うぞ。今日一日言う。ないですよ。おそらく昨日の安比から雫石までの動線の中で完全に記憶からいなくなりました。しかし私は鷲見さん愛好家としてこのまま裸眼で滑ろうと思います。はい、ちょっと雪山の大塚さんとかがゴーグル出しますよ、出しますよ。ドラゴンの使いたくない。俺はスミスしか使いたくない。だからこのまま裸眼で滑りますね。まあ当たり前ですよね。じゃあとりあえずね、これ深めにかぶって裸眼でもいけるようにしてますんで、行きましょう。まあ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 、いけなくはないんだけど、ちょっと大塚さん止まって、ちょっといけなくはないんですけど、いけそうっすね。まあいけなくはないんだけど、なにいけなくはないんだけど、よし行こう。パウダーでグラトリをやってみた。イエーイ！キャットツアーまで申し込んで貸し切りバンでグラトリする人なんていないですよ。間違いないですね。今俺たちだけしかいない。全部貸し切って。
全部3人でグラトリを練習しようと思うんですけど、カラスもこうやってカーカー鳴くぐらいの盛り上がりを今見せてますよ、ね、この雫石スキー場で、ね、ほらカラスがやれやれやれかーって言って、借りました買ったしかもすげえマジで裸眼ぐらいよく見える。これいいっすわ。これでマジで今日いけますわ。人の借りといてじゃないか。ああ、思ってるやりやすいよ、やりやすい意外とできるっすよね。踏んだら帰ってくるのね。なるほどね、分かってくる。めちゃくちゃ冷てぇ。じゃあ今一番ノリに乗ってる常識を打ち破る男が今からエクストリームグランドトリックコンテストを想定して滑るんで、皆さんぜひ見てください。最後2人ともあそこでいい転び方すんの。最後何あれ。もうちょっとなんかちょっとシャド欲しいなってなったんですね。もうちょっとじゃあ下行ってまた行きます、うん、やっぱあのグラトリの大会でやるぐらいの斜面じゃなくて、もうちょっとこう斜面があるところでやっぱエクストリームグラトリなんで。ああそうですね、エクストリームじゃなかったの、うん、ちょっとエクストリーム感がなかったっす、ね、うん、ちょっとエクストリーム感の出る場所でもう一度やりましょう。なんすかね、もちろんもちろんあのノーリー5というフロントフリップなんで。なるほど、完全なるルーティン完遂ですよこれ。でも最初にスタート前に言ってたルーティンにあれ入ってなかったですよ。入ってなかったですあれノーリー5フロントフリップ言ってませんでしたっけ。完全にマスターしかない、優勝だなこれ。何それ、できそう。何それ、グラトリのマックツイスト、できそうだった。怖かったね。意外とできるんじゃないかな。できるんじゃない、まあね、スピードつけたらできそう。結構エクストリームだったでしょ。エクストリームになった今日があれ練習するチャンスです。あ、チャンスですね、これね、ここで。わー
惜しい。いつかそのうちメイクします。やっぱりこういうのですよ、エクストリームっていうのは。ライダーっていうのはね、こういうことをして食べてる。ある程度だけ締まったら、あの体体温で溶かす、のり面溶かして締めると。そうだね、ライダー、まあ、こう見えても私スミスのライダーなんで、オークリーのサングラスしてるけどなんか懐かしいですね。懐かしいね。こういうことしてましたよ、昔、僕らも昔。そう、こういう非効率的なことを。そう、そうなんです。やっぱ好きになるってどれだけ非効率なことするかだと思うんですよ、うん、俺は。ですね。だんだん大人になってきて、それ効率悪くねみたいなの考えてきて、なんか良くないなって今やっててこれ思いました。元ライダーのチョコさんがこういうリップの作り方知ってるんで、でこういう雪がもう良すぎるときは、あの固まんないんですよ。こうやっていくよって握ってももうすぐ崩れちゃうんですよ。飛んだらもうバラーってなっちゃうじゃないですか。だからこのキッカーをなんとかして固めないといけないんですけど、そういう時どうするんですか。そういう時はですね、座ります。あ、こっち座るんや。ふくらはぎの熱で飲み面側を、ね、え、ちょこだもん座りづらい。こっち柔らか。これで体温で雪が溶けて、はい、水分が出る、はい、そして固まるってことですね。そういうことですね。同時に私の体温が奪われていきますだからあれですよ、なんかいいとこ飛んでるなとか、ね、すごい映像見たらそう思うかもしれないですけど、こういう極寒に耐え必死の思いで作り上げた顔を、はい、1、2本で決めないといけないというね。そうね、なかなか過酷なチャレンジをし続けて、あの1年の、ね、集大成を皆さん作ってますんで。もちろんこれトラビスライスもこれやってますから。やってますよ。知らないけど下手だからなんかこうナチュラルいかないじゃなくて、下手でもなんかこういう場所に来てちょっとこういうナチュラルごっこみたいなのするの絶対いいと思う。やっぱね、今日はプロ3人集まってるから、ライダーっぽいプロと、それっぽいこと言うプロと、それっぽいものを作るプロ3人集まってますから、だからそれっぽい結果出来上がったんですいいんじゃないでしょうか。よし、できました。すげえスピードつけていきましょう。はい、まくられるラインを直すのが大事なんですけど、着地は柔らかい。回ってきました。Woo!
今ラーメン提供してるからね、はい、あれ今ラーメン出されてるから多分あれがアネッコなのかな。ちなみにあのうちのアネッコモデルのボツボツか、なんとなくアネッコっていうとこういう感じのアネッコ、まあ独身ではないちょっと行ってみましょうアネッコにラーメン頼みましょう。します。はい。ラーメン。お願いします。はい。お伺いしたいんですけども。はい。アネッコってどういう意味なの？アネッコはですね、はい、お姉さんという意味なんですけど、はいはい、私も40年前のスキーでオープンの時はお姉さんだった。アネッコだったんです。間違いないですね。ババッコになってしまいました。すいません。本当に。その時から働いてるんですか？その時はずっといる。40年前これが3歳ってことだその時の味のまんまですからやばいね、はい、逆に期待しちゃってるよねぜひ食べてくださいこ の, この人あの今日で41歳なんあ、じゃあもう1歳の時に1歳の時に私41歳の時は猫だったんですよ、はい、すごいな、はい めちゃくちゃうまかった。40年の歴史を感じました。いやマジでこれ驚いててめちゃくちゃうまかった。やられましたね。完全にやられました。いろんな意味で。うん、食券受け取りの真下の辺のこの辺がやっぱり一番皆さん見ると思われる。見ます。これ来たんだよね。そうだね。僕らが来た証をやらせてもらったので。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大はい、大大大いっぱいだ。ちょっとね、この胃をちゃんとちょっと揺らして、うん、あの消化を促そうと。そうだね。ということで、滑ってるだけじゃやっぱね、消化されないです。消化されないんで、意外と運動しないんです。うん。駅前やってきました、こちら。あの、総称なんて言うんですか、これ。とりあえずあそこにはあそこのカメラさんあそこをご覧ください。雫石忍者道場ちょっとここどんなところなのか。ここは何ですかね。山本さんです。山本さん、あ、よろしくお願いします、はい、ここは どんなそうですね、あのキューブに乗ってあのこういうコースを滑って遊ぶあの大人とか子供が遊ぶ場所になってこれ僕らとかも来てもらって大丈夫ですね、はい、子供だけではなくて、はい、そうですね、一緒に楽しんでいただける。なるほど、なんか噂によると絶叫チュービンなのかな、絶叫すげーみたいなのがあると思うんですけど、ものすごい上の方から飛び出してきてここのマットに止まる感じじゃないですか。ドーンドーンってな。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。マジで。めちゃくちゃ面白いこれ。すげー速いし、速いね。これずっと高野君にスリップストリームで背中合わせて速い速い速い。上でさ、ウトさん一件ぶり3つつなげてあったのにウトさんだけする迫力満点です。なるほどね、これはすごいわ。最初落ちた時にやっぱりでもあっち行ったよ。
あれなんですね、まさかの、まあ、水は入ってるなとは思ったんですけど、ビールが入ってるんですよ。で大体、まあ、有料じゃないですか。でもここ見たら冷蔵庫内のお飲み物は無料です、ご自由にお飲みください。本当にビール無料ってマジで、これビールじゃない、ビアって書いてますよ。本当だ、生ハゲビール、生ハゲビール、これ以外ねえが、タザワコビール、やば、このニルスナーなんでかなり飲みやすい、みんなすごくないですか、やば、あ、わかった、今日誕生日だから絶対そうっすよ。明日も頑張りましょう。おはようございます。